今日は、えー、沖縄芝居講座ということで、えー、近所信二さんに、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、えー、6月4日日曜日に、えー、開催されるガラマン沖縄芝居公演の前説ということで来ていただいたんですけども。はい。 できるかどうか緊張しますね。私でいいんでしょうか。もちろんです。しんじさんね。<laughs> はい。この二演目、えー、っと、はい、ご紹介いただいていいですか、ね。そうですね。今回は時代舞踊劇西の町蟹という作品。そして、時代人情歌劇闇児という作品を。まあ、どちらも伊良羽殷吉の作品でも、う名作歌劇ではおなじみですね。はい、もう。 ご存知だと思いますけれども薬師堂だとか奥山のボタンを作った人です。で、えー、まずは西沼町ニからいきますけれどもまずこの西沼町ニという名前を聞いただけでああの伊是名島の荘園王のお話だって気づく方も結構いらっしゃると思います。もうまさしくそそのの通りなんですねその伝説をもとにイラハイン吉が 作作った作品なんですねこの「荘園王」になる前まだあのその伊是名島で間違いにと言われていた頃の、えー、話がそして舞踊劇ですので明るく楽しくハッピーハッピーな芝居になってるんですね。で踊りがたくさんありますこの作品の中に踊りで始まってでまた途中あのまあ 言っちゃ悪いですけど、無意味な踊りがあるんですね。またそれが <laughs>。見物になってるんですよね。はいはい。で、西の町ガニって言いますけど、この。チラシに書かれているものは、えー、東西南北の西という字が入って。の町ガニって書いてますけれども、実際は西じゃないんです。あ、そうなんですか。はいはい、ええー、内縄口で西のことは。 入りと言うんですね。入りはいはい。はい、で東のことを上がりと言うんです。ああなるほど。はい、はいはいはい。実はこの西っていうのは当て字なんです。じゃあ実際この西っていう言葉が指すものは実は北なんですね。やややこしい。<laughs> ややこしいですね。内な口で北のことを西って言うんです。おお。 はい、なるほどちょっと混乱しますけど、じゃあ、この北の町、本当は、はい、北の,、ま、町の町ガニって書くんですけどね、あのただ芝居のタイトルとしては、もうずっとこの,あの西の町ガニというこの東西南北の在、西の字があの使われているので、まあ、これはこれでこういう書き方もあるということで、あの芝居のタイトルになる時は、ね、残していこうというふうに思っています。ただ実際に 建設上の話でなるときは、えー、西の町ガニって言葉で出たら北の町ガニというふうに覚えていてほしいですね覚えておきますよろしくお願いします <laughs>、ね、あの伊勢名島にはこの町ガニの銅像もありますので、はい、ぜひこの作品を見る前に一回は伊勢名島に行くのもいいかもしれませんねなるほど、ねはい 簡単にじゃあ先にこのシマチガニの話、はい、あらすじ聞いて,みてもいいですかね。あ、そうですね。はい。やっぱりこの西マチガニが主人公になるんですけれども、マ、え、チ、ー、ガニの田んぼがあるんです。この田んぼはもう水が引くことがない。ずっともう水が溜まっている。だけどあどこどこの田んぼ、どこどこの村人の田んぼはもう水不足で困っている。ってなった時に。 村人たちからこの嫉妬に遭うんですねそですねで,もでも村の女性たちは間違りのことが大好きだからあここで「これこそ人徳だと」とこの村の男たちに言って聞かすんですけど「いやそんなことはない」男たちがどんどんもう。 怒り出してちょっと暴力的な行為に出ようとするんですねそしたら、えー、マチガニーの恋人でその伊是名島の娘でタマーという女性がいますでこのタマーの家にこのマチガニーをかくまうんですね、はい、そして、えー、ただずっとかくまっておくわけにはいかないいつかはバレてしまうじゃあどうしようってなった時にタマーのお兄さんが、えー、マチガニーをうまく。 村人たちの目をかいくぐって船に乗せてじゃあ、えー、これで船に乗せて逃がしてあげましょうということでまたこのかいくぐり方がうまく芝居の中で描かれているんですねはいあのマチガニを女装させてみようと玉の振りをさせてみよう兄弟で動いている手にすれば村人たちの目を 飼いくぐることできるんじゃないかということで頭がいいですね、はいはい、行くんですそして船にうまく乗せて逃がしてやるんですねさあ、そして、えー、数年の月日が経ちましたまあ、史実ではまあいろんなことがこの荘園法はあるんですけれどもそこはまあ、描かれておらず琉球国王になってこの伊勢名島にやっと帰ってくる という話ですけど、まあそこまでにしときましょうか。もっとこなんか答え貼らしちゃうと面白くないですので。<laughs> はい。 ちなみにこの主人公であるマチガニは、はい。信二、ね、さんが演じられるということですけど、そうみたいですね。やはりたくさん踊るということですかね。あ、そうですね。やっぱりあの踊りで始まって、えー、途中も今から逃げるぞっていう時もなんか無意味に踊るんですよね。はいはいはい。<laughs> やっぱそこは一回、ね、歌もやはり多い、ね。歌もありますね。うん、セリフもありますね。信さんの女装というか、もね。はい。信、ね、さんでも、はい あの女性の役されることもね多いですよ、ね。まあたまにははい。美しい、ね。ただ<い>これはあの本当の女性になるのではなくて、うん、男性が女装をしているっていうのを演じなければならないのでまたこれも難しいかもしれませんね。やっぱりそこでじゃちょっと演技のニュアンスも変わって。あなんか自分でハードル上げてしまいましたね今ね。<laughs> 楽しみですねこれはじゃ <laughs> <の>苦しみですね。なるほど <laughs>、はい。言わなければよかった。<laughs>

すごく全体を通して楽しいやっぱり劇っていう感じです、ね、そうですね農作業をしている様子も踊りで表現したりしますからねそこの最初の場面っていうのはな,なので最初の場面結構肝心でその後じゃあずっと踊りになるのかと思いきやまた途中歌になったりセリフになったりしてこの芝居のバージョンがいろいろ変わっていきます。<laughs> さんが思ううう見どころの場面いいかだりますあやっぱり そうですねこの玉という恋人がまちがににはいますけど最初は普通のヒロインまチガニーの恋人っていう感じなんですけどまあ答えをばらしちゃいますと最後まちがにが荘園王として帰ってきた時にこの玉を、ね、奥さんとして連れていくってなった時にパッと着替えてじゃあこの衣装にお着替えくださいなんていう場面があってはいちゃんと。 百姓ではなくて国王の奥様王妃っていう紛争に変わるんですねこの変化が見どころじゃないかなと思います。なるほど時代舞踊劇ということで、はいうん、このジャンルといいますか、ね、闇字の方は時代人形歌劇ってなんですけど、うんはい、舞踊劇っていうのはやはりまあ舞踊が多いからそうですね。やっぱり 歌の時でもどこか踊っている雰囲気を出すっていうんですかねあの人情劇だとどこかリアルな動きにすするんですあるいは現代劇だとか例えば「愛の雨傘だとかも前にここであの上演しましたけれどもはい、はい、やはり動きがリアルですよね少しここにあるものを取りに行く時もパッと。 直線で動いたり、はい、でそれをあえて踊りにしてこの所作にして持っていくっていうのがなんか武勇劇の特徴かなと思います。うん、向こう側を指さす時もパッと指さすのではなくてそれを踊りの振りにして歌いながら持っていく<あ>今ですね、はい、私の目の前で信二、はい、さんがこうすごい優雅な動きであの。 指し示してくださっているんですけど普通だったらこうパッと指さすようなところも、まあ、手のひらを上にしてこう、うん、穏やかに指し示すなしぐさ作って少しまあでも優雅な感じがします、ね、そうですね。何気ない場面でこういう所作が入ってくるとその舞踊劇らししさってていいうののが出てくるるかもれれませんねこれはいわゆそうですねでもでも踊りすぎてもいけないんですまた。うん 踊り琉球舞踊ではないですのでうんあくまでも芝居の中の踊りですのででも踊りはできないといけないんですだから難しいところなんですねこの塩梅がこれって全然この台本だったりとかって細やかな指定があるわけではないこの作品はそうですね四、ま、大歌劇あの名作と言われている作品に比べるとちょっと緩いですだから今回の上演はこんな風に ここんな感じに持っていこう例えば村人の人数なんかも決まってはいませんしその舞台に合わせてガラマンホールにはこんなやり方が合うんじゃないかだとかでもう一つの闇路の、えー、ではこの人こういう役をやるからここではこんな感じの役どころで持ってきた方がキャラ的に面白いんじゃないか変化があって一つの公演を見るとなるとこんな風な感じがいいんじゃないかっていうのを考えて持ってきますね。 演出をだって真嗣、はい、さんがやってくださってる、ね、あの結構ね伊良浅幸さんが考えてくれますよそうなんですねご存知の方多いと思うんですけど佐伯さんはね、はい、イン吉さんは作者の,、はい、のお孫さんで、はい、そうですね,すねはいはいはいあの過去にはこの十代の頃にはタマの役をやっていたりですけど、はい、今回はタマのお母さんの役を、うん、はい これも初挑戦ですね。はい。楽しみですね。違う、はい。背中高子さんとかも。いろいろ。これは。されてるんですかね。ああ<ー>。お若い頃は。この作品もなさったようですね。はい。で、今回は。国母という役どころですけどね。実際は。あの。この役は、実はないんです。うん、はい。そう、今回,今回作りました。はい。はい。あの、間違いの。 国王の母親の役どころで、まあ最後の方に登場してもらいますけれど。まあ、これも国王のお母様ですので、普通の百姓の女性の紛争とは違いますね。この辺も見どころだと思います。ありがとうございます。はい、ではもう一つの演目の闇時。はい。はい。の方もちょっと伺いたいですけど。<う>まず一つこのいいですから、はい、こ多分知らない方は気になっていると思うんですけど、うん、この一名。 ブーテントン一名というのはまあ別名のことですよね。沖縄芝居でよく一名って出てくるんですけど、はいもう一つのタイトルということで、えー、カタカナでブーテントンと書いてますけれども、えー、もしかしたらこっちのタイトルの方が有名かもしれませんね。んねはいはいはいブーテントンブーテントンってよく言ったりしますけれども、あの作品の中でこの 出てくるんでです歌の中でブーテントゥンヌイナグンガっていう私はこのどこどこの,あの娘ですよというふうに歌が出てくるんですねそれがそのまま一つのタイトルもう一つのタイトルになっちゃったっていう感じなんですけどあのオナハブーテンという方がいますけれどもこれもこの芸名なんですよねブーテンっていうのこのブーテントゥンから取ったという。 言われています。はい、えー、そうなんですね、はいはい。まあ、どういう意味かね、私もよく実はわからないんですけれども。うん、なんかでたらめっていう意味があるとか。っていう話も聞いたことはありますけれども。うん。なるほど。うん。ういうすね、定かじゃないですね。うん、他の。その演目というか。で、別名で有名なのって、なんかどういうのあったりするんですか。うん。例えば、音楽家の恋なんかも。 肘こぶしって言ったりもしますしね。の歌のねそうですね。それだけで通じる。はいはい。前の講座で確かその歌が有名だとその通の人は歌の名前でわかるう、ねうんうん、そうですね。それじゃ通称って感じなのかな。はい、はい、通称ですね。見なんかこの作品は何か,ううか、うん、そうですね。話があるってうがっチラッ。はいはい。一だと。トルストイの 作品ですね「復活」という、まあ、トルストイの晩年の作品なんですけどそれが元になっているんですまあでもイラハ・イン吉っていう人は自由読めない人ですのでさすがにねこれを読んでとか、えー、はないと思うんですけど。 どこかで映画化されているのを見たかもしれないですしこういった作品があるっていうのを聞いたかもしれないしこれはもう分かりませんただあの外国でもこれは映画化されてますし日本でも「カチューシャ」っていうタイトルでねあの映画化されています舞台化もされていますのでもしかしたら何かしらの情報を 何かしらの手段で得て、えー、この「闇路という作品を作ったのかもしれませんね。えー、一人の女性がねもうこの女性の生き方がそのまま描かれているんですけれどもこのチラーという女性なんですけど百姓なんですある、うん、いいとこの家で、えー、首里の神山家で奉公人として働いているんですね。 そしてそこの息子マサンルーっていう人と恋仲になるんですそして身ごもるんですねですがこの神山家のお母さんからは反対されているんです、えー、身分が違うからで追い出されてしまうんですねそこからで追い出されて自分の生まれ故郷に帰ってくるんですけれども生まれ故郷で出産するんですけれども生まれ故郷でもよそ者と 子供を産んだよそ者との間に子供を産んだ女性は、えー、村から出ていく決まりになっているって言われてこのチラーと子供そしてチラーのお母さんも一緒に今度村から追い出されてしまうで行くあてもない、えー、洞窟でひっそりと暮らしているんですけれどももちろん貧乏ですからお金もないじゃないですかで生活に困ったチラーはどんどん、えー、これから悪事に手を染めていくんですね。 生活のためにそしてある詐欺事件を起こすんです最終的には捕まってしまうんです詐欺事件の容疑者として捕まっていく裁判所で出会った裁判官がそうですあの神山家のこの男なんですね,ですねそこでもう <laughs> 劇的な再会をしてしまうわけです、うん、でここで 最後どういうふうになるかっていうところですかねこの悲劇に落ちた女性が、えー、どんなふうに情状、まあ、酌量っていうんですか今だとうんこんな言葉が出てきます、はい、あの深くは言えませんけれども芝居を見てそれをぜひ見て考えていただきたいですねハッピーエンドではないかもしれませんでも 残酷ではありません。うん、うん、で、やはり。こういう人情の過激ですので、どこか沖縄芝居らしさがその作品の中にあるんですよね。悲劇に落ちる前には必ず笑いの場面が出てきます。はい。で、この詐欺事件の被害者たちが、うん。

まあ、文学に精通している方だったら、もしかしたら、知ってるかもしれないですけど。の作者さんの名前だけですね。うん、いつ頃の作品ですか。わからないんですよ。で,すよで、あ、ただ、あのー。昭和の初期には、もう上演の記録はあるので。その頃か、あるいは、それ以前かですけれども。えー、名作歌劇の、あの、薬師堂や奥山を、奥山のボタンを作った頃よりは。後じゃないかと言われています。 この頃はこのは作家さんたちはあれですよ、ね、西洋の,結構その文学とかその思想とか、うん、そういうのを結構取り入れたっていうのを生活のために毎日芝居がありますので劇場で,で毎日作品を変えている時代ですのでもういろんなところにアンテナを張っていたでしょうね。例えばイイラハイン吉ですと シンデレラを元にしたそのまま沖縄芝居にした作品もありますし、はい、もう西の町がにのようなこれも武勇劇ですけれども、はい。タイトルなんていうんですか。ワイフって言います。ワリフと書いて。はい。あれワイフっていうのは。はいはいはい。妻かと。ワイフ。えあ。ワリフ。はい。そうです。はいはい。印鑑の称号みたいな。うん。 だからそれそれの片方がガラスの靴になってるんですね。はい。そうですね。お、は、互いが持ってて、会えばちゃんと契約して。でこれを持って踊るんですよね。で,で,ねで時間に寺の鐘が鳴ったからこの女性がはってなって、そのまま帰るんですけれども。でその若味はこの、はい、はい。リフを元に探すわけです、ね。探す。探しに行くんですねな。なるほど。取り入れ方がでも面白いですね。その木 キーワーワドというかキーのパーツはちゃんと沖縄芝居のものに変えてやる、うん、そうといけです、ねはい、あのそういったたくさん多分作品が作られたと思うんですけど、うん、西洋の作品をもとに箱やのような、はい、今残ってるものはやはり数少ない,い、はあ、少ないですね、えー、もう戦前はこういう 毎日芝居をやってた時代は本当にいろんな作品が生まれてますけれどもまあ今残っているのはその頃でもやっていた作品の中でも人気があった作品なんでしょうねそれが受け継がれて今、えー、私たちの時代にもこの沖縄芝居として残っている台本で残したわけではありませんのであの頃はは、うん、完全で本当に、はい、そうでしょうねうんはい か書くこともでできないです、はい、で作品をこれだけ生み出して、うん、じゃあこれはそういうふうにもう本当に交渉伝達みたいな、はい、ただ私たちが芝居を始めた頃にはありましたその台本が誰本がいや、はい、先輩方がそれを書いて上演の時に書いてっていうふうにやっていたものですが、うん、ただ今私たちが上演する時もそれそっくりそのまま上演しているわけではないですねはい。 なんかさっきおっしゃってたみたいにその4歌舞伎ではなくて比較的なんかその演出の構成とかは自由にちょっとこうアレンジしてその時に演じられてるっておっしゃってましたけどなんかここの部分を強調したとか例えばここに。 なんか場面を増やしたとかそういういのはありますか、うん、あ場面を増やしたとかはないです、うん、結構その通りにやってますけれどもただその場面にかける時間だとか、うんねね、次のこの場面でじっくり持たせたい時ここはセリフはちょっとさらっとあの要所要所で肝心な言葉を言って少し。 その場面の上演時間を短くして次にドーンと持ってこようだとかそういうことは考えますねそうすると見せ方がありはい、はい、強調されてなるほどなるほど今回その闇路を選んだ<っ>こう経緯とかって何かあるんですか、うん、この真さんの中で久々だからいいんじゃないかぐらいなもんですただあのガラマンホールでやってない作品っていうのは考えますね、うん、あのあ。 これだったらギノ座の方にも受けるんじゃないかと、うんうん、思ってます。じゃこれはイラハインキさん作品としては結構久しぶりの公演になるわけですかね。そうですね、えー。久しぶりって言ってもそんな10年や20年ではないですよ。うんいくつだろ6、7年前にやっあ,も,あもっとなるかな。うん、ガラマーホールでは初めて。そうですね。すねガラマーホールで初めてです。 毎回結構初めての「ガラマンホール」いつも新しい演目、ね、あそれはですねはいあの私の中に「ガラマンホール」で演じたリストっていうのがありまして、はい、ああの過去のものは記録してますのでね <laughs> なるほどあのはいどんどん新しいものやってくださってるんですねはいはいなるほどあこれはですねあっちこっち変わるんですよ あー最初はシュで神山家の庭の場面で始まって、はい、でこ、えー、ちらの生まれ故郷の場面になったら田舎ですよねそれは地名は分かるから言った方言えない方忘れた<笑><笑>えあったかも久米島だったからあ,あ？離島なんだ 生まれが久米島だったから歌の中に出てくるんですけどでもパッてはあの書かれちゃんとこれっては設定されてない歌の中でそしてまた平寿というと今でいうと裁判所の場面も出てきますしこう一番最後はで洞窟の入り口の場面だとかも出てきますうん、うん、もう家から追い出されてもそこに行くしかなくて。 こちらと子供とこちらのお母さんが一緒に行くで詐欺事件を起こす場面は那覇になっていたりだとか。詐欺事件の詳細気になりますね。ああ<ー>、えっと楽しみにした方がいい,、ね、い。しない方がいいですか？ネタバレしない程度で,で。あ、しない山から来た人たちをちょっと騙すんですよ。処理で。 那覇で,那覇,で那覇の港には離島から来た人たちもいますね離島から来た人っていうのは那覇に来るためにお金を持っているじゃないですかでその人たちに嘘ついてじゃあちょっとこのお金は少し借りておきますって言ってそのまま持ち逃げしちゃうだとか、うん、なるほどちょっとなんか話変わるんですけど、はい、さっきあの新地さんが手元に持ってた書籍といいますかあの。うん すごい演目いっぱいあったやつ、えー、ああはいはい、戦前？あれはそうですね、昭和十五年のえものが入ってますね,、はい、ね。その昭和の戦前の時代に演じられていた演目がずらーっと並んでいる本を先見してもらったんですけど、その中でどれを やってもいいリクエストにお答えしますいす、ねはい、お客様のリクエストにお応えして100何180円目ぐらいありました、ね、すごいですよねでその中から好きなのを選んでください毎晩交代で日替わりで演じますであれはさんご座っていうところでやっていたものなんですけれども、はい、当時の役者さんはだから全部ストックでそうですね覚えてたってことですよね覚えてるんですよねで昼稽古してこういうふうにやろうってなったら夜それが本番迎えられるっていうところが すごいでで、ね、ですすねね今の私たちにはできないです、ね、いやーすまあその時は今と、まあ、もうちょっと内な口が身近っていうかまあそのセリフを覚えるのもちょっと、うん、そうですねまあ今とはまた違ったかもしれないですけど、はいはい、それにしてもすごい余裕ですよねはいこれは技術もすごく大変でしょうね舞台も大変そうですね,ですねはい 本当に頭が下がります。<laughs> すごいなと思んすけど。そういうライブ感がやっぱり面白かった、うん、まあ多分いろんなちょっとしたミスとかもあったり、うん、それをね、うん、なんかこう演技でこう、うん、いろんな意味でカバーしたりとか。うんはい、あ,あ、ミスとかはあったでしょうけど、それをアドリブで向こうにえていたいたりとか、うんうんそ。そうですね。あのミスをミスに見せなかったかもしれませんね。うん、<の>そうそうそう。あのでたくさんの百以上の演目あったんですけど、うん、まあ今。 まあでもその中でも演じられてて人気の作品は現在にもまあ残ってるっていうことですよね。はいはい、たくさんのものがまあ戦争でやっぱり消えちゃったりとか、テレビができてとかも、はい、それもありますね。はいはいさんとかもお話しされてましたけどはい、はい、変わってってことだと思うんですけど。でまた。 今回の「ガラマン沖縄芝居公演」の話に戻りますけどまあ普通の沖縄芝居公演ってやっぱり芝居を楽しむだけじゃなくて幕開け舞踊があって幕開舞踊があってっていうのがありますまた今回もそれが昼の公演と夕方の公演とで演目が変わって、えー、どちらを見ても楽しめる公演になってますのでそこも必見ですね。はい、舞踊はこうなんでしょうか いつ結構見たことの備蓄店とか近在國の勘蔵君勘蔵君勘蔵君の鳩まぶしねハトまぶしは読めるようになってないんですけどハト関節この舞踊は選ぶ基準とかってあるんですかね別にこれは単純な個人的な興味はいはいはい これもですね私の中に前回あの方がこれを踊ったっていう記録がありましてすごい細やかな記が、はい、あのですので今回はこの踊りをこの方に踊っていただこうとか。この芝居は えー、この人は序幕から出てないから準備ここで間に合うからここで踊ってもらおうだとか、うんうん、で芝居の雰囲気とちょっと違ったものをこの辺で持ってこようだとか、うん、幕開けは幕開けらしく、えー、ちょっと華やかに祝儀的なもので始めようだとかまあそんなことは考えますね。うん、あっこれはあそうですかあのその「らまの曲に合わせて<で>あの、まあ、ずっとずっと昔の。 えー、作品ですけどね昭和の、えー、頃に初代玉城正義が振り付けた踊りです。はいいいそうううでででですす、はい、すね打ちち組かかかななよよん子供たちが人踊りますこれ前回もぜ前々回 前々回をでカビラブシ踊りましたね<あ>大変ねお客様にも好評でしたけどてあ今回も出てくるはるいは,いはい。楽しみですね子供たちの2人の同じ2人でした同じ2人ですね,ですねはいであの、まあ、今回ですね字幕があるのではいはい、ね、新さん昔ねあんまり字幕って何んか いいイメージがないっていう、ね。そうなんですよね。うちょっと遅れて笑いが来るとか。うん、でもやっぱりうちのうちわからない,のはのい。そうですね。ものすごいうん。んやっぱりねアンケートに多いです。なるほど。あ、ね、字幕欲しいって。<ー>でまたいらないっていうアンケッコ人もいるんですけどね。<laughs> そうですね私なんか本当にうちなうちが全くわからないので、うん、あでもこうやってンジさんの講座を見てるうちにちょっとだけわかるようになってきたんですけどやっぱり回数ですよね回数でやっぱりなんか知ってる単語が増えていくなって感じなんですけど、うん、本当沖縄芝居は楽しいですからねあそうですかなんか何 <laughs> でやねんっていうところもたくさんあるんですけど <laughs> そうですね <laughs> やっぱり物語での方がやっぱり言葉が入ってくるのでンジ <laughs> さんがねこう ちちょょくくいやこれ話ぶっ飛んでるんですけどっておっしゃるのが <laughs> すごい面白くて <laughs> いや本当にでもなんかそのさっきもヤはり隠吉さんの話ですけどそのいろんなとこからいろんなそのだからあのまああれですよねあのロミジュリだったりとかそういうことも面、ね、は,はい作品だったりとかいろんなとこからこの面白いなって感じたものを自分で引っ張ってきて作ってるから、うん、なんかこう集合体的な要素が。 るね、なるほど、はいはいはい、<laughs> それを「まあ、内縄口」っていうので,こうで沖縄の、ね、伝統的な要素を混ぜてて本当に独自性がありつつも、うん、その大衆文化っていうのがすごい絶妙なバランスで、うん、本当にそうですねいい文化だなとそれを沖縄らしくやるからまたいいんでしょうね、うん、そうですねそ,そ拡張高くこうとっつきにくく なりすぎないところが、信二、うんはいはい、さんのなんか感じるこの沖縄芝居の魅力っていうか、うん、なんかどういうところを感じてほしいとかありますかね、うん。昔の沖縄の人ってこうだったのかなっていうのをね、ちょっとお客さんに感じてもらえれば、それは嬉しいですね。あのそれが難しくなってんですよ。私たちは現代の生活をしているので、例えば、えー、井戸から水を汲むやり方だとか。 もう私たちの後輩なんかそれがわからない世代になっているんですねたらいで洗濯をするとか今はボタンを押して洗濯するじゃないですかそういうのもないで農作業の仕方ももうどんどん変わっているあのこは機械なんていうのがないじゃないですか農具で農作業をする。 でこのに西の町ガニにも出てきますけど釜を使ったりヘラを使ったり桑を使ったりっていうのがそこに出てくるんですよだからあの頃の沖縄をこういったものであの若い世代の方にも感じていただきたいそのためには私たちがその頃のことを勉強して、えー、あの頃はこうだったんだろうっていうふうな感じで舞台に乗せないといけない。うん それがまた面白みかもしれませんね。確かに、なんかまあ写真とかで資料とか、そう戦前だったり今残ってたりはあると思うんですけど、うん、それをこう劇中でこう生きてる人が動いててこういった生活だったって見れるのはなかなかないですもんね。そうですね。あといつも思うのが舞台美術の、はい、この細かな、A、道具だったりとか、うん、背景幕によって、はい、さらにこのその時代 うん今回もあれですよね新庄さん、ね、そうですねはい,はい、はい、新庄さんが描くこの背景とか道具は、はいうん、ななんかそういう思い起こさせますよねああありがたいですねはいうふ思います <laughs>、うん、本当に、はい、だからやっぱりその劇場でこの見て、はい、そのね当時のシーンだったりとかっていうのは、うん、あなんか劇ならではだなははいいすごい思います、はいうん あの木一つでもどこにその木が立ってるか、うんうん、どこに岩があるかでまた芝居の立ち位置がまた変わってきますので、うん、そこはまたうまく相談しながら調整しながら、うん、あの舞台監督さんも含めて、えー、うまくやっていけたらいいなと思ってます。あの瀬ささんんとののののの対談時時に、はい、瀬さんがそのか、まあ、人情ですよねその時のあの、うん ハンドグアのかなその、うん、例えば先導さんがこう,うん、うん、だってよく知らないのにすごい助けに来てくれるじゃないですか、まあ、沖縄のならではのこうやっぱり優しさとかそういうの人情とかこう思いやりみたいなそのをなんか残していけたらみたいな、うん、おっしゃってたんですけどそ、うん、その通りだなと思ってて、はい、そうですね沖縄の人ってなんか隣同士とか家が隣同士とか。はい、はい ちょっと同じ地域に住んでいるとかってなったらもうそれは他人じゃないところがありますね。といですよ、ね、うか、はい、それはね結構芝居の中に何気なく出てきているんですん出てきているんですけれども私たちからしたらそれが当たり前になってしまって、うん、出てきていることに気付いてないんですよね。なるほどうん あの普通にあじゃあ、はい、そこの隣の畑の人が、はい、この野菜をこの家に持ってくる場面があってっ。て何気なく言ってますけど、今の人からしたら、もしかしたら、もう、ありえないことになってるかもしれませんね。確かにそうかもしれない。はい、うん、音楽はどんな感じですか。うん、音楽で、なんか、有名な歌とか、この二作品、なんか、それこそ。 れだひじが浴びしとかだったらみたいなのはと、はいはい、闇じとかあるんですかないいす。すな<ん> <laughs> なか？んも有名じゃないですししんじさんなんか気に入ってる楽曲の部分とかっあったりするんですか例えば法廷で歌う曲がとかあかあだからこういったのが決まってないんですよ。<laughs> 役者が歌う部分は決ままってます、うんはいす役者が歌う部分は口打ちをねチラーがあの自分のこれまでの経緯をあの述べる部分があるんですけどそれは口打ちに乗せて歌うんですけど口打ちって簡単なように見えてねとっても難しいんです。はい、で特に歌劇の中の口打ちは旋律が あの舞踊の字ので歌う時の口とちょっと違うんですね、うん、あの流れるように下から持っていくのがまた難しいんですけどそれがうまくできると「ああ赤劇の口だ」っていうふうに私はそう思うんですね、はい、ですので「闇路の」の最後の場面の口は、はい、必見ですね<見>、はい、なるほど <laughs> 必見ということでじゃあ最後の方の場面ですもんね、はい ありじゃあ今ね、えっと、ガラマン沖縄芝居公演お話伺ったんですけども、はい、じゃあ最後に新地さんの方から、はい、公演について、はい居ましょうか。 西の町谷そして闇路どちらも伊イ,イン隠吉の作品ですこの2作品を上演します舞踊もたくさん揃えております,6月,日日す、ね、6月4日日曜日ですね六月四日日曜日昼公演が12時夕方の公演が午後4時となっております2回公演です前売りが3000円 村民割引が円という,ふうになっております、えー、お問い合わせは098983の2613。098983の2613。26 26ガラマンホールまでよろしくお願いいたします。今回も字幕表示があるということですが、はい、はい、字名口がわからない方でも十分に楽しめますので、えー、皆様ぜひお越しください。 それでは、ありがとうございました。どうもありがとうございました。うした本番もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。